皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん。ペンネーム、スアマさんよりいただきました。スアマさん、お便り本当にありがとね。とっても嬉しいですから。はい、なんだかちょっと今日は声の調子が悪いような気がしますよ。あえいうえおあお、かけきくけこかこ。いやー、なんかちょっとあれですね、僕の中ではハスキーボイスっぽい感じになってます。どうかその声で最後までお届けすることご了承くださいませ。そしてそして、本日のその内容ですが、じゃん。わあ、ほんとだ。わかりますよ。すごくわかります。はい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 。そうですよね。そうですよね。いや、同感ですよ。同じく感じると書いて、同感です。僕もまさに、それになってるんですよ。はい、やっぱりそのストックがですね、僕の中での語録がもう結構少ない状態になってるんです。ですから皆さんのお便り頼りなのですけど、皆さんだってそりゃそのように感じますよね。だってこの放送制約が多すぎますから。例えば政治、人種やら、または実在する名称やら、または宗教などやら、そういったものには触れないようにしてますし、それに何て言うんですか、個人の名前、有名人などを挙げることもしないようにしてますから、もうじゃあ何を取り上げたらいいのってなりますよね。こちらで募集してますので、一言はどしどしお寄せください。いやー、でもなるほど、スアマさんのおっしゃる通りだと思います。僕もどうしましょうかね。この放送もモノモースっていうような感じになった方がいいんでしょうか。政治に物申すとかなったら皆様どう思います？いやー、僕は怖くてできませんよ。何せ炎上が怖いですから。炎上がですから、やっぱりなるべく穏便な感じで、当たり障りのない感じで一言をお寄せいただけると嬉しいです。ということでして、スアマさんからの一言言ってみましょうか。ではでは、スアマさんからの一言どうぞ。一言、悩みます。